皆さんこんにちは、アパレロです。今回のテーマなんですけども、この夏買うべきグリーン系のアイテム5選というところで、個人的におすすめしたい、グリーンのアイテムを5つご紹介していこうと思います。まあ、ちょっとね、今年のトレンドのカラーでもある、グリーンなんですけども、まあ、1つ取り入れるだけでコーディネートの幅も広がりますし、今っぽく見えて人とも差別化しやすいアイテムとなっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみたいと思います。ではまず1つ目なんですけども、こちらグリップスワニーのギアパンツとなっております。まあ本当にね、あのナイロンならではの耐久性もしっかりと兼ね備えて、まあアウトドアシーンからもうタウンユースまでしっかりと幅広く対応できるパンツとなっております。まあ何よりもね、あのこの収納力っていうところと、まあ、ラインがねめちゃくちゃ綺麗なパンツとなりますので、まあ、シュッと見えて腰回りはけどゆったりしてる感じですので、楽に履けてラインがすごくこう綺麗に見えるっていうところが一番の特徴かなと思います。まあ膝から下に結構ねテーパードが少しかかってるんですけども、もう全く自然な感じで、もう窮屈すぎずお使いいただけるタイプとなっております。お色もちょっとこうライトカーキといいますか、ちょっと明るめなグリーンとなっておりますので、もう非常に夏らしい感じでお使いいただけると思います。で実際履いてみたんですけども、身長163センチ体重54キロで、まあ、こちら M サイズを履いてるんですけども、まあ、丈感も一番しっくりくるぐらいの、すっきりとした、丈感となっております。まあ、こういうシンプルな細めなすっきりとしたパンツに、ややゆったりめなオーバーサイズの T シャツを合わせていただくだけで、ぐっとこう今っぽくなりますし、まあ、それでいてこうだらしなく見えず子供っぽく見えないというところも、大人の方が履いていただきやすいパンツかと思いますので、ぜひこの辺もチェックしてみてください。で続きまして2つ目ですね、こちら前回の動画でもご紹介したんですけども、ニューバランスの M2002R ですね。もうね、本当にこのオリーブがめちゃくちゃかっこよくて、非常にこうコーディネートもしやすくて幅広く対応できる、スニーカーとなっております。まあ、詳しいディティールやったりとか、そちらは前回の動画でご紹介してますので、こちらをご覧ください。で実際こちら履いてるんですけども、 25.5cm で、もう本当にねジャストサイズぐらいで履いていただけて、まあ、ちょっとワイドなパンツと合わせていただいてもすごくねこうしっくりきますし、靴自体にしっかりとボリュームがありますので、本当にこうパンツのラインといいますか、太さ細さを選ばずこうお使いいただけるっていう、この幅広い対応力っていうのは一番の魅力かなと思います。またね、こう上品なこうピックスエドであったりとか、このカラーリングっていうところが大人っぽさも演出してくれますので、もう持っててまず間違いない一足かと思います。でそれでいてかつね、お値段が 16,280円と非常にねこうコスパもいいところも、個人的にお勧めしたいポイントかと思います。まあ一つこうデメリットと言いますか、まああのなかなか手に入りにくいというところが一番一つあるんですけども、まあ運よくこう手にできることができれば、本当に非常に長くお使いいただけるスニーカーかと思います。こちらは結構個人的に好きなスタイリングなんですけども、まあワイドパンツにちょっとオーバーサイズの、まあこれはポロシャツ着てるんですけども、まあそうちょっとルーズめな感じで合わせていただいて、まあ足元こうあのスニーカーで合わせていただくと程よくこうストリート感もあって、かつ非常にこう夏らしい感じのスタイリングができるかと思います。もちろんちょっとこう綺麗めなパンツであったり細めなパンツであったり、まあスラックスでも全然合わせていただけますので、まあそういった部分のね汎用性の広さっていうところも、ぜひおすすめです。で次3つ目ですね、こちらティラックのナイトシャツなんですけども、こちらまあナイロンとポリウレタンの、コンボのシャツとなっております。非常に伸縮性もあって全くストレスなくお使いいただけるのと、またあのこうサイズ感に関しましても、こちらの2022年春夏よりちょっとだけオーバーサイズ気味に変わったので、まあよりこう楽にあの羽織っていただけて、まあ今っぽいシルエットもしっかりと出してくれるシャツとなっております。背中側のあの肩から袖にかけてのこの縫製の仕方っていうところが、こうジャケットの縫製っぽくなってまして、まあそういった部分のねあのデザイン性であったりとか、こう着心地の良さっていうところもしっかりと、キープできてるっていうところもすごく個人的にはお勧めしたいシャツとなっております。まああの綿のシャツとか麻のシャツとか、結構シャツの素材もいろいろあるんですけども、こういうちょっとナイロンの、シャツにしていただくことによって、程よくこうスポーティー感もあって抜け感っていうところもしっかりと、演出してくれるかと思いますので、まあ普通のねちょっとこう人と差をつけたい時、こういうナイロンの素材のシャツを羽織っていただくことで、まあしっかりとこう差別化っていう部分も演出してくれるんじゃないかなと思います。まあ今僕の身長であの M サイズを羽織ってるんですけども、着丈はそんなにあの元々長い感じではないですし、まあ身幅も程よくゆったりしてますので、まあこうだらしなくなりすぎないっていうところも嬉しいポイントですし、もう本当にねあのちょっとこんなにワイドなパンツじゃなくても、まあ細めなパンツと合わせてちょっとすっきりめにお使いいただいても、すごくこう綺麗にお使いいただけるシャツかと思います。
わりかし深みのあるカーキの、シャツとなりますので、まあそういった部分もね、ちょっと落ち着いた印象で、まあ長袖レイヤードしていただいたりとかすると、秋口まで全然お使いいただけるタイプのシャツとなります。で、続きましてこちらのスペースのコットンオックスライトショーツですね。まあ非常にね、こうこちらも、ポリウレタンが入ってますので、すごくこう伸縮性があるっていうところと、まあノースペースのロゴの刺繍も同色になってますので、非常にこう大人っぽく履いていただける感じです。これはね、個人的におすすめなポイントとしましては、この色ですね。もう絶妙なこの中間色のカーキっていうところが非常にこうおしゃれな感じでお使いいただけますし、まあ普通のカーキよりかはちょっとこうおしゃれ感がやっぱり強くなりますので、まあ、人とこうちょっと違った感じのショーツっていうところも表現しやすいかと思います。もうとにかく履いてて楽っていうところも一番魅力かなと思います。で、形自体は腰回りは結構緩いんですけど、実際履くと結構スッキリお使いいただけて、まあトップスが結構ルーズになったとしてもバランスは非常に取りやすい、ショーツかなと思います。丈感はもう本当に膝上ぐらいでジャストで履いていただくと、まあ膝上ぐらいな感じのイメージで思っていただければいいかなと思います。まあもう本当に短すぎず長すぎずっていった感じの一番スタンダードな感じの丈感となっておりますので、まあ飽きのこない感じで定番的なショーツなので、もう一つ持ってれば、まあ今年に限らず来年でも全然お使いいただけますので、まあそういった部分のコスパの良さっていうところも、ポイントの一つかなと思います。まあもう本当にね、気温はかなり上がってきてますので、ショーツ履く機会っていうのもこれからどんどん上がってくるかと思いますので、まあそういった部分でもう一つだけ、個人的におすすめショーツ、こちらグラミチのシェルパッカブルショーツですね。これはね、本当にナイロンで、結構ツヤ感もあるんですけども、まあそれでいて結構水陸両用で使えたりとか、幅広いシーンで活躍するショーツとなっております。まあ、わりかしシャリ感はあるタイプとなりますので、そういった部分の好き嫌いというところは若干あるかなというところはデメリットなんですけども、まあ、パッカブルで非常に持ち運びも便利ですので、まあ、ご旅行とかでも非常に重宝するショーツかなと思います。また、あとこのグリーンの色の綺麗さというところも一つポイントですね。で、まあこちらちょっとおまけとしましては、こちらパープルレーベルのショーツとなっております。まあこれも先ほどのノースフェイスのコットンオックスライトとほぼ近い感じなんですけど、あれより腰回りがちょっとだけゆったりした感じのイメージですね。まあさほどね、そこまで差があるような感じではないんですけど、少しだけあれよりボリュームが欲しいなっていう方はこちらの方が、個人的にはおすすめしたいかなと思います。はい、ということで今回ですね、この夏買うべきグリーンのアイテムっていうところで5つご紹介してきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、少しでもね、この動画がいいなと思っていただければ、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。気温もね、本当にもう40度近くまで上がってる、毎日になってきますので、ぜひ皆様、体調管理だけは気をつけていただければと思います。ということで、次の動画までまた、さようなら。